おはようございます。というわけで本日、ショーヘイズ対外試合ということで、今日皆さんよろしくお願いします。私、アンケートいただきまして、こちらユーフィットのリカバリーガンというものを今回持ってきました。卓球の水谷さんとか、プロ野球選手とかバスケットボール選手とか結構アスリートが使っているもので、結構パワフルなのが特徴のユーフィットっていうリカバリーガンなんですけど、リカバリーガン使ったことありますか？あります。あります。その中でちょっと使ったことある人も使ったことない人も、今日この試合の中に使ってみて、その後のパフォーマンスとか見させてもらって、これが良かったかどうかっていうのを、まあ、正直にちょっとお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちら UFIT の、リリーサーミニということで、こちらを紹介していきたいんですけども、こちらアタッチメントが4種類ありまして、こちら重さが 500g となっていて、でこちらのここにここがバッテリーなんですよ。持ち運び充電器のあれみたいだよね。そうだね、結構持ちやすいと思います。はい。でこちらここに上にタイプ C の、充電の差し込み口がありまして、普通なんか長押しして始動するんですけど、これの場合一回タッチで、おおすげえ、はい、こんな感じで置きます。でここに、光があるの分かるかな。はいはい。これが4段階までいけて、まあこれいくよ。だんだん強くなってきます。音分かる。あのね、近づいて、4になればなるほど、あのカナブンが飛び立つ時の音みたいな。そうそう、音がすごいですよ。力がマジですよ。これ1段階、1段階ですよ。2段階、3段階、4段階、やばいこれ。はい、といった感じで、すごく強い。充電満タンにしたとしたら、最大6時間持ちます。おなので、もう1日持つと思ってもらってもいいと思います。これはずっと6時間やる人はいないと思うんで、で本当にこれって、なんだろう、こう、強くなるほど、この、なんだろう、体のこの奥底までこう、効いてるような感じになるので、とてもこれは、僕なんか投げるときにいつも投げる前に、この後ろの広背筋とか、肩周りとかをほぐしたり、足とか、ふくらはぎとか、結構いろいろやってるので、これはもうなんだろう、カバンにも入れやすいし、でしかもこれって、この箱、まあ、さっき見せたと思うんですけど、箱にこのように入ってます。ああ、全部アタッチメントとかが、そう、アタッチメント入ってるんですよ。場所にちゃんと収まってる。そう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 。なのでこれもここに収まるし、この玉をこう抜いて、はいはいはい、いけばちゃんと入るし、この用途によって使えるっていうので、まあ、Y が腕だったり首筋だったり、首の上の方だったりか。そうそうそう、腕と、そうね、そう。なので本当使いやすいなって思いました。なんかデスクワークやったりするとかもめちゃくちゃいいですよね、多分。そうですね。で編集もあるじゃん、お互いね、うん、編集もあるし、まあ、肩痛とか、まあ肘痛とか腰とかあると思うんですけど、もう腰とかこうガガガとできて、腰気持ちいいっすよね。いや最高っすよ。はい。なのでこれは重宝しようかなと。今回は参加する選手たちに実際に、まあ、使っていただいて見ていきたいと思います。それではいきましょう。ゴあと5分。
じゃあ本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日はこちらのマッサージガンを使っていただいて、どんな感想かちょっとお聞きしたいんですけど。そうですね、自分はあのちょっと他社さんなんですけど、ドクターエアーのリカバリーガンを愛用していて、それとちょっと比較しながらちょっと体験してみたんですけど、ドクターエアーってなんか段階が3段階しかなくて、3段階しか強さがないんですよ。でこれに対してこちらは4段階あって、結構強さが柔軟にあるなというのはすごい感じました。こう強く押し付けた時に止まらないっていう。あ、そうです、そうです、そうです。さっき言ってたじゃないですか、はい、うん、それは感じましたか。はい、すごく感じました。で、まあ、これは一応筋膜リリースで体をこうケアするために使うものなんですけど、はい、もしこれゲットできたら乗り換えますね乗り換えます、絶対乗り換えます。はい、よかったらね、はい、動画のリンクに書いてあるので、はい、はい、そちらを見て、あのクーポンコードもありますんで、こちらで、よかったら、購入してみてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。 UFIT リリースターミニ良かったです。まず使ってて重さをそんなに感じなかったっていうのと、あと手が疲れないので当てやすいなと思いました。一応強さも4段階あるってことで、まあ柔軟にできるっていうのと、持ち手が長いのでとても持ちやすいなと感じました。アタッチメントが4種類あるので、あのいろんな箇所に当てることができて、まあ結構どなたでも使えるかなと思います。これ実際に自分も他の他社さんの使ってるんですけど、こちらの方が4段階あって、強く押しても止まらないので、使いやすいなと。強く押しても止まらないので、ぜひ、はい、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。そうですね、なんて言うんだろう、自分肩ちょっと痛いというか、肘と、なんだろう、筋肉のところがちょっと痛んでるんですけど、ちょっとこれをやったらほぐれるっていうか、なんか手を投げれたかなっていう感じですね。押し込んでも全然強さが変わらない、うん、で確かにちょっとね、力が多分強いと思 う, うです、パワーが強いんで、うん、結構深くまで感じれるかなってところで、はい、ちょっと痛いところを押し込むと結構気持ちいいかな。はい、こんな感じですね。はい、ありがとうございます、はい、もしよければ、はい、ネットの方で販売しますので、よかったら、はい、見てみてください、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。そちらの、リカバリーガンなんですけど、はい、卓球の水谷選手とか、はい、結構プロスポーツ選手が愛用していて、で僕にも案件が来たっていうことなんですけど、お疲れ様ですこちらパワーが強い、はい、で手持ちのところにこう重さがあるので、うん、重いっすね。押しやすいっていうか、結構持ちやすいっていう話で、はい、ですね、重い感じがあってから、押してもらうと、はい、結構強いパワー、うん、1,2,3,4 段階全部あるんですけど、はい、強いので、で他のメーカーだと強く押すとそのアタッチメントがこうなんか止まっちゃうみたいな、停止しちゃうんですよ、はい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 、で離すとまたつくみたいな、でもこれって強く押しても持続するんで、確かにいいっすね、すごい強いと思うんですよ、はい、普段なんか使ってます？リカバリーガンって。いや、なんかぽいのが使ってるんですよ、はいはい、実際で、なんか確かに、まあ、金額で言うと結構安いやつ買ったんで、これ取れるんですよね。あー、わかるわかる。これが、うん、使ってるうちにポーンみたいな飛んじゃうんですけど、確かにそれがない。ちょっと止めてさ、そう、抜いてみて、結構力入れないと、めっちゃいい音っていうのがある。はい、ちゃんと別にこのこういうアタッチメント、はい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 、だったりこういうね、はい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 、こういう腕用とか、そう、こういう指、こういうやつ、もう全部で4種類、はい、これは本当スポーツする人にはいいのかなと。強さ的にもやっぱね、痛いところとかこの気になってるところにこう当てることによって筋肉ほぐれて、パフォーマンスが上がりますよっていうので、とてもいいのかなと感じたんですけど、いや、なんか普通にまあこの大きさなんで、まあ、持ち運びは多分普通に野球のカバンなり、まあ今この見た目して野球のあれとか言ってもあるんですけど、仕事のカバンとかも全然これなら入るんで。そうですね、まあ、一応充電マックスしたら6時間は持つんで、まあ、6時間結構持ちますね。あ、だからそんな充電しなくていいってことですか。そう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 、確かにもらって帰ろうか。これ1時間もやんないじゃないですか普通。まあ、うん、やって10分とか10分とか20分とか、うん、15分とか、うん、だから何日間かは充電しなくても持つと思うんで、うんうん、まあ、その辺見たら確かに充電しないっていうのは
うん、僕今使ってるやつめっちゃ早いんですよ、ね、30分やったら充電結構減るんで、てか減るってあのこのこういうとこに出るんで、まあ、それ考えたら6時間やつのは全然普通にやって1週間ぐらいいけるんじゃないですか。そうですね、はい、でこちらお値段が16,800円買ってくれるんですかということで、はい、翔平 TV の、はい、オリジナルのクーポンコードがありますのでこちらで 5% オフとなります。なるほど、はい、よかったら買ってみてください。いやでもこれ本当にいいので今翔平さんに説明受けて実際使ってる人多くいると思うんですけどこういうのってね割とおすすめなのでぜひもしよかったらね試してもらうなり使ってもらうなり結構かなり実用的だと思うんでぜひ使ってください。よろしくお願いします。安いのは何回も使ったことあるんですけど、はいはいはい、強さが全然違います。あやっぱり4段階っていうところが、はい、あとその押し付けた時に安いのだと止まっちゃったりとかあガクガクなったりとかそれがもう全然奥の方まで効いてる感じがしっかりして力強いんですごい効果があるなと思って。おなるほど。軽さはどうですか。本体はそんな重たくないんで、うんうん、はい、全然使ってても疲れないし、はいはいはい、パワフルなんですごいいいと思います。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。実際他 の, そのリカバリーガン的なのって使ったことあります。いや全くそのリカバリー行ってる感じなんで物場でしたしどうかなそれはじゃあ初めて使ってみてこれが1個目ってことじゃないですか。はい、実際どうですか使ってみて。あ、効きますね。あーやばいジジじゃねえかよこっち結構強くて強く押し込んでもあー普通に動くしあー風呂上がりだぞこいつはい風呂上がりだぞやら効きますねこれ強く押しても中あー腰とか当ててみて。あ、そうなんですよさっき腰も試合中も腰張ってきちゃってあー効くわ、はい、やばいあーいい、こういう小型系のいいところだと思いますので、そうですね、はい、まあ、もし機会があればね。そうですね買いたいっすこじけてです翔平 TV のクーポンコードがあります。はい、それ入れると 5% オフ。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと使ってみて、はい、どうですか。パワー強いですね。 あとも、バランスいい感じですね。前のでかいの持ってるんですけど、 あっちちょっと重くて使いづらいんで、使いやすくはなってますね。はいはい、軽さ的にはどうですか。軽さ、ことの本体が重いです。ただ持ってるとこが近いとこ重いんでそんなに感じない。ああ、なるほどなるほど。実際今何段階ですか。今2ですね。2、はい、2で結構強いですよね。結構強いです。合計4段階まで、うん、そうあるといいですね。はい、あるのがやっぱいいところなんじゃないかなと思ってます。機会があれば、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回はこちら UFIT のリリーサーミニを使ってきました。皆さんにも使っていただいてね、皆さんすごいいい反応というかいいコメントをいただいたんで良かったと思いました。はい、僕もやっぱ使ってみてやっぱ強さとか深いところに聞きたい時に聞いてくれる、それはとても僕的には魅力に感じました。はい、でこちらお値段が 16,800円ということでネット販売をしております。今回ですけど翔平 TV のクーポンコードがあります。動画の概要欄に貼ってますのでこちらを入力していただければ 5% 引きになりますのでよかったら使ってみてはいかがでしょうか。とてもいいものです。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。